はいどうもピョキンです。今日はですねいろんなコースやっていきますか。いや久しぶりだね、いろんなコースやるのって。ワクワクとドキドキが止まりません。ということでまず最初のコース、レースザクロック、おそらく反射神経コースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.7%。 いや最近台風が通り過ぎた後から気温がぐっと下がってめっちゃ寒いんですよ。いや寂しいね。それもさ、僕今までパン1で実況やってたんですよ。それももうなくなるのかって思ったらすごく寂しさを感じます。パン1だったらさ、なんでか気合が入るんだよね、実況に。わかる方いるかな絶対いないと思うけどなるほどね、ここは炎のバーが一周するまでに扉に入れっていうコースなんじゃないかな。いやこれなかなか面白いね。クリア率が2点ちょいだったからそんなには難しくないと思うんで、一発成功を目指していきたいと思います。なかなかいいペースなんじゃないの。まず手始めのコースにいいコースだね。ここはきっちりあの土管に入れるのか。はいなかなかうまい、中間ポイントまでぶち込みました。待って、考えてる時間がないよ。早く早くあの鍵の輪に。開幕落ちる。実はさっき起きたばっかりなんだよね。なんでエンジンが全くかかっておりません。まあ車で言えば鍵を挿したところだね。まあ今の時代鍵なんてないと思うけど。ここも何もないじゃねえか。左だ、左の鍵をまず最初に取っておく必要があるね。そして青いオンオフブロックなんだけど、一周したら、なるほどね、切り替わるっていうことか。いや面白いね、こっからそういうシステムなんかな。でもさ、最初この扉から出てきた時、右か左か分かんないからちょっと悩んでしまうよね。それが時間ロスとなってしまってやられるみたいだ。次は右か左か、もう右を進化で行こうか。今からずっと右を進化できます。これは間に合うのか。まだ全然ぬるいよ。パーンとか言ってるけど、もう常に右を審判で行こう。考えたらダメだね。ここはどうすればいい。一旦この場所に乗っておいて、オンオフが切り、もう分かった。ここは早く赤いブロックの方に乗っておく。そしてオンオフが切り替わるタイミングで、このタイミングで右に行って、この土管に入ると、そういうことですね。さあ、中間ポイントに、そろそろ、中間ポイントに、なんだね、びっくりした、これ。ブラザーで出てくるかと思った。トロールね、やりすぎですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。7MMC、キャノンパルスということで、おそらく砲台が主流となったコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.47%。いや久々に普通のコースやったら楽しいね。トロールコースみたいな理不尽なやられ方ばっかりしないからさ、もう今後トロールコースをやめたいと思います。これどうすればいいんだろうね。なるほどね、この砲台に乗って上に行けど、なんか似たようなコースこの前もあったね。いや簡単なんじゃないのねえ、絶対簡単でしょ。あ、危ないよ。舐めてましたね。クリア率が 2% 超えてるものならば僕にとっては楽勝なんじゃないかなと、そう過信してました。なんで今後真面目にやっていきたいと思います。もう許さないからね、キャノンボール。お前も許さねえからだ。これね、人気ランキングの週間ランキングっていうのかな、それの1位にあったんだけど、意外とやりごたえあるね。人気ランキング1位でクリア率 2% 台のコースって意外とね、簡単なことが多いのよ。どうしてもさ、チャレンジ数分母が大きくなっちゃうから、それで意外とね、そのクリア率より簡単みたいな感じなんだけど、これはなかなかやりごたあるよ。チェックポイント2無事に取れました。チェックポイント1ね、こっから難しくなるんじゃないんでしょうか。なるほど、オートスクロールね。さあ行きましょう。ここもコインの道がちゃんと示してくれてね、トロールコースと違って行くところ様々に敵が待ち受けてない素晴らしさ。いや最高だね。もう僕を止める者は誰もいないさ。さあ行きましょう、マリン。ここから上に行って、さあここで、はい、いや気持ちいい全然やられない。大丈夫ですかね皆さん、こんな動画でやられないピオキングというものをたまには見せてみせよう。じゃあみなちゃんちゃん、はいはい、今ちょっと噛んだね。でここで上を進化したらドアに入れると、こういうギミックも登録コースがたまにはありますけど、ここで USA でどんなギミックが来るんだろうね。弾を持ち上げていくみたいな。え、そんなのか。ここで抜いていけばいいのか。なるほどね、ここから面白くなってくるんじゃないのか。チェックポイントにも通ったし、さあラストスパートの行きましょう。ここはコインの場所でしっかりと玉に乗っていく。全然乗れてないの。でも僕はまだいけるよ。まだいけるんだマーリー、君ならいけるさ。ここでトゲゾを踏んで、さあ行きましょう。天国という場所にな。じゃあここはトゲゾに乗ったまんましゃがんでおけばいいのかな。で音符で上がって、このシーソーも跳ねて上に行ってくれるみたいな。なるほどね、でここは右のリートに乗っていく。
く右じゃない左のリフトでよく言い直して、ディリディリ、すいません、いつも汚い声出して耳に不快じゃないでしょうか。でも自分で言いますけど、自分の汚い声なかなか好きな自分がいるんですよ。汚ねえなこの声みたいな感じでさ、あ、ちょっと待って、なんか右に鍵があるね。あの鍵を取って鍵ドアに入ればいいのかな。確か花ちゃんがいるところこの辺で鍵を取る。うわ、取れないか。いや、どうしようどうしよう、こっから取れる。いや、むずっけ。この鍵どうやって取るんだろう。わっ、絶対に取ってみせるぞ。ここだ。よし、でここで鍵ドアに入っていってみようか。左の鍵ドアに入ってみます。土管とはどう違うんだろうね。え、エクストラステージ突入みたいな。なんだ、そういうわけでもなさそうだね。一旦上行ってみる。上何があるんだろうね。ありがとう、こういう感じ。え、これだけで終わり。あ、この土管は入れない。で、赤い土管も入れないっていうことは、もうこの土管に入…土管入れませんよ。え、どうすればいいんですか。閉じこもったじゃねえか。え、何ここ、積んだの。あの鍵取ったら、いや、ここが何か怪しくない。どうもありがとうございました。オチが欲しかったな。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、導かれしドッスンたちプロということで、高難易度コースです。スーパーエキスパートって書いてるんですよ。これね、似たようなコースやったことあるんだけど、自分でドッスンを操ってゴールを目指せっていうコースなんですよね。ちょっと言っている意味わかるかな。まあやっていったらわかると思うんで、それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.83%で、みんな気づいたかな？どん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 クリア率が下がってきてるんですよ。今までのはオープニングだね。2% を切った。一生やし！ 2% を切った。こっからが本番だね。それじゃあここでドッスンは、なるほどね。この3段階ある感じ面白いね。そして上のドッスンは左にやると、そういう感じだね。そしてここのドッスンはオンオフ。ここはリフトに乗っていいの？リフトに乗って、ハテナを叩いてみたら？面白すぎる。で、ここでボム兵がブロックを爆発させて先に進めるとは、そういうことだと思います。で、はいはい、の、ここもはい、どうなる。なるほど、左のバネ、頼むバネ、間に合って、ギリギリ。さあ、こっからやられたくないで、もうやられずに一回も中間ポイントまで行きたいと思います。ここはドッスン下に落ちるんじゃないのかな。そして僕も一緒についていくと、中間ポイント見えたね。あの中間ポイント意地でも取ってみせる。一回もやられずにな。取れました。ここから落ち着いていきたいと思います。いや、これワンチャン一発成功クリアありえるかもしんないね。結構いいペースじゃない。じゃあここはしゃがんでおけばいいのかな。そしてこのドッスンは下に降ると、はっ、今絶対やられると思った。なかなか焦らせてきやがるな、このコースは。そしてここはドッスンが一旦左に行って下に落ちると、え、めっちゃ調子よくない、ここ。あっつ、このコーストロールコースだね。こんなバブルの仕掛け方してくるんならトロールコース。じゃあここどうすればいいんだろう。右上に行けばいいのか。ちょっと悩む時間があってしまうね。どうしてもどこに行けばいいかわからないからさ。じゃあここはドッスンを落として鍵を手に入れて、上のドッスンを右にやって鍵ドアに入ると、そろそろチェックポイントに欲しいよ。まだっぽいな。上のハテナは何だろう、魚か。いや、そんなことあるわけねえだろ。トロールコースのやりすぎで頭がバグってます。さあ、ここはチタをどんどん出していけばいいのか。ドッスンを操って、これは左だね。右のチタは何の意味があったんだろう。上が見えねえな。ちょっともうちょっと早いでもいいよ。スクロール、僕にとってはこのスクロールの速さはぬるいね。ここどうやっていけばいいんですか。ねえ、みんな助けてよ。今んとこ行けくなかった。ドッスン倒したりてなかったのかな。確かここのドッスンがなんか残ってたような気がするんだよね。あ、やっぱりそういうことか。ここにツタが生えてきてくれるっていうことね。ここのドッスンは動かないのね。ここのコインのところに行かなきゃいけないのか。もう分かった。ここのコインの場所に行ってドッスンを左にやる。そうして左のドッスンを右にやればオンオフを変えてくれるっていう感じだね。いや、気持ちいいね、このブロック壊すのは。早くコンボを崩して、はよはよ、何言ってよ。めっちゃギリギリじゃん。
ゃねえかこのコース。そうしてメガクッパがこうリブロックを溶かしてくれると、なんか爽快コースっぽいね。めっちゃ気持ちいい。これコインの場所がマジで優しいね。コインの場所に行けば多分ね、ドッスンが降ってくる感じだと思います。でね、この方僕のことをね、チャンネル登録者数が1000人台ぐらいかな、まあそんくらいぐらいから知ってくれてるんだけど、マジでコース作るのがうまいのよ。で、難易度もね、本当にちょうどくて、早く来て。まずこれは間に合う予感がしない。頼む。よし、今ちょっと当たり判定おかしくなかった。任天堂さん、いい仕事するな。これはどうなるんですかね。もう雑談なんていらない。ここから真面目にやっていきたいと思います。そういや、もうすぐチャンネル登録者数が10万人に達成しそうなんですよ。いや、本当にありがとう、みんな応援してくれて。これからもこんな動画で良ければ出し続けていきたいと思うんで、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、超危険な1-1-3ということで、説明文にですね、クリボーとノコノコはいません、スターがないとヤバいですって書いてるんですけど、最初にスターとフラワーをくれるのにこのクリア率でしょ。めちゃめちゃ難しそうだね。ただその分楽しそうでもあるということで、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96%。 いや、久しぶりだね1-1系のコース。今回はどんな1-1を見せてくれるんでしょうか。まあ最初にスターとフラワーは取らせてくるのは優しいんだけど、どういったコースかマジで分かんないんだよね。まあ許して。なるほど、毒キノコをどんどん振らしてくるということ。ということは上にジュレムがいるのか。なんか最近似たようなコースしたね。これ魚が大量に降ってくるみたいな。いや、これマジでさ、どこに降ってくるか分かんないから難しすぎるんだよね。いや、ちょっと待って、一旦毒キノコ右に落としておこうか。そしてこの中はアイテムは、アイテムある。待って、キノコどっか行かないで。キノコ様やらめて。毒キノコ様はいいんだって。キモすぎやろ。やばいやろこの毒キノコの量は。じゃあ一旦何でもした、いや、当たっておこうか。当たっておいて、なるべく毒キノコを減らしてここでフラワー取る。はっ、ちょっと、よっしゃ、ギリギリ。そして右もここ、確かフラワーだったよね。一旦ここに隠れておこうか。いや、食えんのかここまで。もういいよ、もう来ないでいいよ。そしてここでしっかりとフラワー取っていく。あ、フラワー待って、僕はチビ状態でここをクリアできる気がしません。どこに行けばいい。スターがある。あー、やばいって、やばいって、やばいって、もう来ないでって。あ、当たったらやられるんだね、毒キノコって。あのスターのところまで行けば絶対にクリアできるんじゃないかな。頼む、次こそあのスターのところまで行きたい。いや、行けるかな、どうなんだろう。一旦、あ、ここ結構安全圏だよこの場所。いや、いいところ見つけたね。ここまで一回待っておいて、あのスターのところまで走っていく。さあ、ここで私はスターを入手しました。これで次のアイテムがあるところまで頑張ってほしいところ。いや、もうすぐゴールなんじゃない。いや、来た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 。これはアイテム。このコースすごいいいわ。まあ、何がいいかって言ったら、すごい動画映えするね。あ、ちょっと待って、こんなとこスターあんの。え、ちょ、このスターは走る、早く。マジじゃ。いいところにスターを発見してしまいました。これはもう簡単にクリアできるんじゃない。そしてこの右もスターあったよね。さあ、レンチャンで取っていきたいと思います。で、これでキノコ状態だから、もうクリアできるんじゃないかな。さっきはチビ状態でやられたけどね。さあ、どうなんだ。頼む、ゴールさせて。こっから無言になって集中していきたいと思います。絶対に次はゴールしてみせるよ。あ、こっち来ないで。いや、まだ全然ある、全然ある。なるべく遅めにスターを取りたいね、このファイヤー状態を残したまんま。ここ、よっしゃ、これめちゃめちゃいいタイミングでスター取れたよ。これでゴールできると思います。さあ、次こそゴールさせてくれ。もういいよ、もう誰だかはいらない。さあ、こっからがマジでちょっと正念場だね。いや、でもこの状態だったらもう確定なんじゃないかな。頼む、早く早く早く。むっつこれます。そして次のスターさ、画面端に切れるギリギリまで待っておく。そしてなるべくスターの状態を、うん、今のでよかったのかな、言いたいことなかったかな。でね、さらに僕見つけました。なるべく右に行かない方がいい。そう、右に行きすぎちゃうと、あの毒が結構襲ってくるから、なるべく左の方で待っておく。そしてこっから右にダッシュすればゴールできるんじゃないですか。やった。いや、これでほんとむずいけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。疲れました、スーパー疲れました。
もうスーパー疲れたブラザーズだね。もうこんなつまんない言葉が出てくるぐらい今の位置の位置が疲れました。今動画の尺的に何分ぐらいなんでしょうか。8分ぐらいかな、10分ぐらいかな。全然足んないと思うんですよ。なんでこのコースやっていきたいと思います。クリア率は 1.44%。 もう無言でやってクリアテイクだけ見せていいかな。たまにはそうやって楽してもいいと思うんです。そんなことだったらダメだ。実況者としてそれは間違っている。はい、ここで上投げる。そしてここでジャンプコースだね。このコースは意外とこういうの僕得意だよ。さあここで2回ジャンプして、もう遅れたね、出遅れたね。もうこれはいけないんじゃないんですか。あ、いけたね。あ、結構ぬるめなんじゃないこのコース。多分中間ポイントこれでくれるでしょう。よしよしよし、このまま一発でゴールしていきましょう。ここではい投げるからの、あじゃー。いやでもさ、こういう系のコースがあるじゃん。ジャンプをどんどんしながらするコースって結構気持ちいいよね。しかもさ、ちゃんと目印で書いてくれてるから、今のちょっとやり方間違ってたけどいけました。さあここでジャンプしてつららを越えていけと。まあこれで中間ポイント2だね。意外とサクサクいけるかもしんない。まあ僕いつもドロールコースばっかりやってるけど、まだこういうコースもいけるんじゃないんでしょうか。惚れ惚れしてください。いや実はね、ドロールコースばっかりやってるとこういう系のコースできないんじゃないかなって不安になってたんですけど、まだまだいけそうだね。まあそういう方のさ、動画ばっかり見てるからかな。自分がトロールコースするからさ、あんまり見ないんだよね、トロールコースをしてる配信者の方って。さあこれでゴールなんじゃないんでしょうか。さあ決めろ、ブラウンウォークオール勝ち割れ。はい、それじゃあラストのコースはこのコース 4YMM トムトレインということで、実はね、最後どんなコースにしようかなと思って結構漁ってたら、めちゃめちゃ面白そうだったんですよこのコース。まあ一瞬だけやって即やめしたんだけど、このコースで最後にしたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.16%。まあどんなコースかって言ったら、ドッスンの列車みたいな感じなんだよね。多分タイトル名のトレインはそこから来てると思う。いやもうこの時点で面白そうじゃない。でこのドッスンの列車に乗っていくみたいな、なんかすごく面白そうだなと思って、さっきこのブラパにやられました。こっからどうすればいいんですかね。この上に乗っていけと。おいてからげー。こういう系のコースってさ、スピランと違ってまた爽快感があって楽しいよね。でここなんだけど、踏んで右押しっぱかな。あ、これで抜けれるんだね。そして次はなんか荷台が増えたよ。大丈夫これ。いやむずっけーだろこれは。ここはしっかりとこのガリガリを避けていく。そして上と下を駆使しながら行くと、今よく避けた。はっよかった、中間ポイント無事取れました。でここはどんな感じなんだろうね。上と下のドッスンを駆使しながら行けっていう感じかな。ああ、そういうわけでもなさそうだね。それじゃあこの土管に入っていきましょう。また新しい電車が来ると思うよ。え、どんな感じなんだろう。とりあえず行ってみる。ああ、なるほどね、こういう感じで行けと。はいはいはい、そういうことね。いや、そういうことねじゃないんですよ。分かっても難しいよクロカス。さあドッスンとして、はいはいはい。いや今のは誰もが左に行くでしょ、右に行くなんて思わないよ。はいはい、よっしゃ来た。これで中間ポイント2ゲットできたらいいんですけど、どうなる。やっと来たね、中間ポイント2。みんな早いように見えるでしょ、僕かなりやり直ししてるからね。そしてここかなり難しそう。ゲーン。なるほどね、ここは右にダッシュして爆発をかわせと、そういうことなんだね。そしてなんや来てんだ。もう種さえ分かればこっちのもんよ。このバブルはコインの通りに行けば避けれると、そういうことだと思います。すべてコインの通りに行こう。そうしたら何もかも避けれると、そういう感じなの。なそれだと分かるか。いやラストにふさわしいコースだね。このコースを選んでよかったと心の底から思いません。次こそはそこ抜ける。ちょっと正直ビビってたこのトゲメットたちに。さあここはどうすればいいんだい。このパンで倒せた、早く。これでいいのかな。 4YMM どうもありがとうございます。まあ4周年のマリオメーカーっていうことかな。今は 7YMM だもんね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。